新年明けましておめでとうございます。モンテキ工作海空研究所、年明けまして令和5年1月1日初めての朝礼となります。皆様今年もよろしくお願いいたします。砂塚森忠さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。森本茜さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。早速ね、ライブ配信してくださって最高でした。あの新年一発目のね、皆さんの投稿の中で、茜さんのね、明けましておめでとうございますという声と、善くんとかんちゃんお聞きできて本当にね、いいスタートが切れたんじゃないでしょうか。山田友人さん、明けましておめでとうございます。いかがお過ごしですか。あの動物病院はね、365日お休みがないというお仕事かもしれませんけども、今年もね、ぜひ共に成長していける一年にしたいなと思っております。ぜひ今年もよろしくお願いします。中村周平さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。清水信之さん、明けましておめでとうございます。清水さんなしに我がサロン語れないぐらいのことになってきましたね。まさにこう土台を支えるというか、足腰というか、うん、いや清水さん入ってくださって本当にね、いや、あの客観的に見て、全部こう振り返ったんですけども、年末にね、あ、こういうところからスタートしてどこからこう流れ変わったかなと思ったんですけど、やっぱその清水さんがあの関わってくださったところから、僕の中ではね、心理的にですよ、まあ、だいぶ楽になりましたね。本当にありがたいなと思っております。今年もよろしくお願いします。寺井修香さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。中島明さん、明けましておめでとうございます。大晦日ドライブね、後から拝見しましたけど、あれ素晴らしいですねすごく良かったです。あれは真似したいかもしれないですね。あれ流行ったらいいかも。みんなもやってみてください、ぜひね。あれはそのダッシュボードかなんかにスマホのホルダーみたいのをよくね、ナビ用とかに売ってるんで、適当に買ってきてこうつけとくと、あれはすごくいいと思いますね。あのインカメじゃなくてアウトカメラで景色をずっと映しながら、あのドライブトークをするというね、新しいスタイルですね。あれは発明だと思います。素晴らしいなと思いました。はっきり言って喋らなくてもいいですしドライブのあの光景だけ見ててもね、普通に楽しいしね。で、なんかそのドライブの助手席に乗ってる時の感じってずっと喋ってるわけじゃないじゃん。で、まあなんか気に向いたこと、思いついたことあったら喋るみたいなので、あれは一番楽でいいかもしれないですね。その自然体になって、で車ってこう閉じた空間でとってもなんかリラックスしやすいと思うんですよ、一人で運転しててって、うん、あれはそのサロン内の限定共有のコンテンツとしては一番向いてるスタイルかもしれないですね。あの本当に良かったです。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。佐藤直君、明けましておめでとうございます。なおくんがね、加入してくださったことはですね、まあ、正直言って予想していなかったんだけども まさかのこう友人さんのオファーっていうのは あったおかげでね、なるほどなと。そういうサロンメンバー同士のなんていうかリクエストで誘って、まあ、なんかチームにスカウトするみたいな感じじゃないですか。やっぱり本当にこの人と一緒にやりたいなっていう何かしらがあるからこそ誘うっていうのは、サロンメンバーの増え方としてはですね、
一番健全かもしれないなっていう、うん、なんかそれを見れた気がしましたね。なんかあのスタイフのコメント欄はまあ一応公の場なんだけど、あそこでユージンさんがあんなにこうストレートに綺麗な言葉を綴って、ナオくんがこうなんていうか全くこう曇りなく即行動っていうね。でナオくんがこう今までやろうとして今後やろうとしてたことっていうのはちょこちょこ話はね聞いてたので、僕はずっと手伝いしようというふうに思ってましたけど、まあ、結果よく考えたらこのサロンの中でのプロジェクトとして考えるのが一番僕はお手伝いがしやすいかなとも思うので、結果良かったですね。まあ、直くんが新しく作るコミュニティで、こういうことをコンテンツにしたらいいんじゃないかとか、こういうことで貢献できるんじゃないかとか、その思ったアイデアで、でも実際どうなるかはやってみないとわからないっていうものをうちで実験してもらって、で、まあ、仮の仮想のメンバーとして僕らがねレスポンスを返すと、まあ、あるいはその直くんがね実際勉強してることの、まあ、メモとして使ってもらってもいいですし、でそれは何だろうな、直接そのままサロンメンバーにとっても単純にね、あそういうことも勉強した方がいいなって改めて気づかされることもたくさんあると思うんでね、いや本当にこれ以上のメンバーはないなっていうね、人に最後に入ってきてもらって、いや素晴らしい2022年オンラインサロン3ヶ月スタートやってみて、ナオくんが最後に入ってきて、まあいいサロンがとりあえずまず立ち上げられたなというふうに実感できたのが、ナオくんが入ってきてくれたことで確信に変わったかなと僕は思ってるんですよね。なのでまあこれからそんなに遠くないうちにナオくんはいろいろなことを実現していくと思うんですけど、僕はねその実現に向けて必ず多大な力を多大な力をね力添えをねしますよあえてね自分の力を多大と表現しておきましょう。これはねと過信とかではなく、コミットメントとしてね、手は抜きませんので必ずやりますのでというねお約束です。さあ今年も皆さん頑張っていきましょう。それぞれね何だろうね、みんなそれぞれちょっとずつ投稿したりとか、ちょっと思ったことをメモしたりとかっていうテキストだったり音声だったり動画だったりライブ配信だったり、僕の中で直くんはワンピースのジンベイ的な感覚ですさあワンピースのジンベイの感覚が分かる人が何人いらっしゃるか分かりませんがなるほど、まあ直くんがねそのキャラの位置づけとしてどこのポジションを取ろうっていうふうに 思ってるか直接ね僕はまだはっきり聞いたわけじゃないけど、今ねお互い全員の顔と名前とどういうキャラクターであるかっていうのが完璧に把握されてる人数だと思うんですよね。なので一番自分の力が発揮しやすいポジションを自由に取って俺ここでプレーしたいっていうところでね、まずは思いっきりなんかそのこれがやりたいをやってみてもらえたら嬉しいですね。このジンベイとしてのプレーだったらこういう力が発揮できるんだと、なるほどと、それがまあもうある意味分かってて、こういう
キャラクターにも挑戦してみたいとか、ここの殻を破ってこういうこともできたら本当はいいと思ってるけどめちゃくちゃ苦手意識が脱げなくて困ってるみたいな、まあ、そういうこともあると思うんですよ。でそれも実験のパターンとしてはあるかなと。でまあ本当にね、まあ3ヶ月や皆さんにそれぞれこう投稿してもらってみて分かった3ヶ月間ね、投稿いろいろ過去ね、あ、明けましておめでとうございます、名塚森田さん、今年もよろしくお願いしますあ、清水信之さん、明けましておめでとうございます。そう、皆さんそれぞれね、コメント欄もコンテンツとして数えるともう結構な回数のコンテンツをサロン内で発してくれてたと思うんですけど、まずはね、最初の3ヶ月はこう自分の得意なポジションでプレーしてもらったかなっていう印象なんですよ、僕はね。で、それは本当にすごく良くて、お互いなんか、あ、ここが強みなんだね、こういうとこがいいねっていうのがお互い知れましたし、すごく、なんていうかな、初めて立ち上がった僕がこう、不安定な状態で始めたサロンにしては極めて平和で活発で、なんだろうな、非常に勉強充実した内容になってるなって正直思うんですよ、客観的に見て。本当おかげさまでね、素晴らしいコンテンツなので、それをね、なんか改めて見て、今度はね、ちょっとポジションチェンジとかもトライしてみてもらったらいいんじゃないかなと。例えば、まあ、清水さんは清水さんでずっとずっと得意なプレーを3ヶ月やっていただいて、僕はねそれが本当に支えになったんですよね。あのコメント欄の安心感っていうのは、発信する側からしたらどれほどありがたいかっていうのは本当にその清水さんにその自覚どれぐらいあるか分かんないけど、めちゃくちゃ価値高いんですよ、あのコメント欄って。でもあれは発信する側になった時に、さらにその本当にこれってコメント欄にこういうふうに、レスポンスが返ってくるっていうのがありがたいことなんだって分かる、本当の意味で分かるのは何か一行でも自分からの発信になった時だと思って、なんかそのポジションにもね、いつか何かのタイミングでね、チャレンジとかあったら、もう僕はなんかいろいろこと去年泣けましたよ。ユージンさんのトランペットの練習のプロセスとかね、最後の演奏が一番なんていうかグッとくるみたいなことありましたよね。清水さんに対する思いは僕も本当に同感です。ユージンさんね、ユージンさんは本当にいろんなことをこうチャレンジしてドキドキしするようなチャレンジが多かったじゃないですか、友人さん自身ね。あれ本当ドキドキしたと思うんだよね、トランペットの練習から始まり、それこそもうなんだろう、ニコマコス倫理学の自習ノートみたいなことだって、あれ本当にクローズドな場所とはいえ誰もやってなかったことですよ、ああいうことだってね。でもユージンさんがこうあれを14校まで続けるとか、かなり分厚くこうユージンさんが発信できたこう裏側に清水さんのコメントっていうのはめちゃくちゃ貢献あったと思いますよね。これね、たまにバッテリーを交代するっていう、もうほんと10球でもいいんでなんかそういうのがね、新しく見えても面白いんじゃないかなと思ったりしますね。いや、砂塚さんは攻守にわたって投げて打って取ってよしというね、感じで本当に今年もね、安心して、特になんか何の計画がなくても、あ、俺しばらくいけるなって思えているのは砂塚さんいる限りは
砂塚さんが砂塚さんがいる限りは大丈夫だなっていう感覚がありますね。本当にインサイドアウトを体現されている方だなと。マスターズ陸上みんなでね、砂塚さんの応援に行く日をね、いつになるのか分かりませんけど、なんかみんなで泣きたいですね。その記録をとかって、まあその記録にチャレンジする姿自体に触れたいですね。で、まあ外に出してなかった公の目標であるとか、俺たちの中だけだから明かすけど本当はこう思ってるみたいなことをみんなそれぞれ抱いてて、それを共有してくださったじゃないですか。それはなんかまあ、目標だけじゃなくてね、こういう事情もあるとか、実はこういう過去との経緯があって、私にはこういうところがありますというのはみんなそれぞれ必ずあるよね。でその近しい人、本当に近しい人には逆に言いにくいとか、逆に近しすぎて、理解してもらうにも関係性として難しくなるっていうのはよくあることじゃないですか。でそこに来てこの距離感っていうか、ちょうどいいポジションとしてここで共有するのは少しでも楽になるとかっていうことはね、多々あるなと改めて思いましたね。なんだろうな、必ずしも秘密みたいなものでもないかったりするんだけど、ただ言いにくいとか、わざわざ言うようなことじゃないと思って言ってなかったんだけど、実際は僕はこうなんですって一回言葉で表現したりとか話したりとか、誰かが聞いてくれて、一言返してくれるっていう往復を一度やるだけで、もう全然その見える次の瞬間から見える世界が全然変わるみたいなことっていうのはもう本当いくらでもあるんですよね。でその場所として、割とサロン内っていう空間が使ってもらえたのは、僕はなんか本当にそういうことがしたかったので、それが一番正直今ね嬉しいことかもしれないですね。その達成とかなんとかじゃないかもしれないけど、そういう関係でいたいですね、僕はね、お互い。そしてなんだろうな、ただ励ますでもなく、ただその励ます慰めるだったら他のそういうより適切な専門職というかカウンセラーさんだとか、まあ、相談すべき相手っていうのは他にいるかもしれないですけど、僕らはねなんか相談とかアドバイスとか直接目に見えるメリットを提供するというスタンスは取りませんけど、ただ自分で自分のことを理解する上で、聞いてくれる人がいるっていう、でそれを聞いてくれる人が安心できる人であるという確証を持てるかどうかっていうのは割と実現しようと思っても曖昧なことなんですよね。どうしたらいいかはよくわからないけど、まあ、その場所としてここをねそういうふうに見つけてもらえたっていうんだったら、まあ、本当にありがたいなと。そしてまあもっとやってくれということでもないし、必要なら使ってそういうふうに使っていただくのは僕が一番望んでることではあるということはね、改めてお伝えしておきたいかなと思ったりしました。中島明さん、明けましておめでとうございます。昨日のねドライブトーク最高でしたね、本当に大発明やな、あれはいいな、僕はあれ好きですね。車内ってさ閉じた空間だからやっぱり喋りもリラックスしやすいと思うんですよ。
あきらさんはどうでもいい話だというぐらいで話している時が一番いい話してますね。昨日の話は結構中身があるというか、普段どうでもいいっていうのは本当にそういう意味なんですけど。昨日の車内のドライブトークはでも僕は響きましたね、すごく。どういう子たちに何を伝えたいみたいなことって明さんの思ってらっしゃることはほぼ 95% ぐらい僕と一致してます。まあ、正直僕は自分のタイムを縮めるということ自体には興味はないっていうのもアキラさんとほぼ一致してます。ただ上げられるかどうかの実験としては上げているっていう感じですね。でトレーニングをこれぐらいやるとこれぐらいまで上がり、これぐらいの頻度に落とすとこれぐらいまで戻るけれどもこれ以下にはならないみたいなところは、まあ2年半やっててかなり割と自分の体に対する理解が深まったおかげで確信に近いものがあって、でじゃあその上でそのじゃあなんだろうな、伝えるっていう相手というか、まあ、こっちからプッシュして教えてあげるからやろうやみたいなことは基本的には僕はしてないんですけど、顔のアップがなかったのも良かった。顔のアップはね、アップがいけないんじゃないと思います。僕はね、上から下を見下ろしちゃうのが結構、それだけでも大きいと思いますよ。カメラを自分の顔の上にして、こう見るっていう。これだけで全然違います。アップでも大丈夫です。まあ、充血はしてない方がいいかな。できたらね、少し落ち着いてからでいいと思いますけどね、はい、まあアップでも僕はいいと思います。ドライブトークでちょっとちょうどいい距離で顔を写しててもいいかもしれないですね。顔の表情って意外と大事なんですよね。その喋ってる言語だけじゃなくて思いっていう部分の半分ぐらいは表情に出てたりするんですよね。声のトーンにも現れたりしますけど、で、アキラさん昨日のドライブトークは結構その思いがこもっててすごく共感する部分が多かったんです。僕はね、僕もそうだよってずっと思ってました、話聞いてて。どういう人が学そういう人こそ学ぶっていう武器を手に入れてほしいな。平等なんだよと、チャンスは。で学ぶという武器を手に入れた人はまあ先にね成長が早くて体格っていう武器を手に入れた人と学ぶ、体格が追いついていない分だけまあ悔しかったり劣等感だったりそれをこう得られるっていうのはそれはそれでチャンスなんですよね。でそれは学びの強力さに気づくっていうチャンスだと思うんですよ。体格がない分だけそれに気づける、それの強さを理解できると思うんですよね。まあ僕はね実際自分のなんだろうな子どもの頃のまあ、伸びた能力伸びなかった能力挫折したものをいろいろ見て振り返ってもやっぱりその例えば僕が今一番まあそのトータルで考えて一番得意になったものっていうのは勉強なんですよね。高校受験とか大学受験とかまあ基本的に全てうまくいきました。でじゃあそれを得意になれたっていうプロセスにおいて一番このビリッケツからスタートできたんですよ。僕が一番幸運だったなと思うのは最初から
ある程度コツコツ積み上げて成績がいいっていう状態で受験を成功しましたっていうプロセスをたどらなかったんですよね。割とビリに近い状態に、ある一定期間滞在できて、それが非常に苦しいということを体験することができたんですよね。でその中で、幸いなことにですね、スポーツもそれからクラスの人気者になるとか、いろんなポジションがありますよね。自分がこれだったら満足できる、納得できる、幸せでいられるみたいな、子どもの頃に得られる満足感みたいなもののうちの、逃げ道が一つもなかったんです。走は速くない、運動できない人気者だかどうかどころかいじめられているっていうね。で完全に八方を塞がっていた状態で勉強もできていない時期が結構長かったんですけども、勉強だけを一人で自分の力でなんとかなる唯一のものだったんです。友達がいなくてもできる、親に頼んだり して塾に行くっていうことが叶わなくても教科書さえ読めばいいですね。で学校で先生の話よく分かんなかったとしても、何だったらドリルさえ繰り返せば半分は取れるというね、仕掛けになってて、非常に平等な競技だなと思ったんですね。才能がいらないっていうことの典型的な一番最たる競技だなと。それがこう誰の目にも分かりきっていて、誰も疑っていない。じゃあ僕だけが気づくとかじゃなくて、誰が見てもそうなんだから、他の競技で塞がれていたら、一番最初にこう弱者が手をつけるべき競技は何かって言ったら、一番やりさえすれば点が取れそうな競技から着手していってっていうのが僕の勉強に目覚めてハマっていくプロセスなんですよ。で、後ろからどんどん追い上げていくことができるっていうことを確信するプロセスを通り、ある一定のところまで、真ん中あたりをちょっと過ぎたあたりで、いや壁にぶつかり、なかなか這い上がれないということも、全てのフェーズを体験できるのは一番後ろにいる人なんですよね。最初からトップにいる人は下から這い上がるプロセスの全てをすっ飛ばして最初からトップにいっちゃうみたいなことっていうのは、僕はチャンスを失ってるとも言えると思うんですよ。でもそれをこう幸い一通り体験できて、中堅には中堅の苦しみがあり、トップ集団に入ったら入ったで、もがくことがあり、その最後の5番目以内ぐらいに入ったところで、どういう気持ちになり、1位と2位と3位と4位と5位のお互いの顔、全員お互い名前と顔と実力が分かりきっていて、毎回相手のコンディションが手に取るように分かるくらいのそういう領域に入ってくるみたいな、だからそういうのも、なんていうかな、要するに教科書に全ての答えが、決まりきった答えがあってっていう単純な競技じゃないですか、めちゃくちゃ。それだとこうやろうと思えば誰でも体験できることかなっていう、そういうプロセスを通って、高校受験、大学受験、だからすごく楽しかったですね。すんげー、それこそ受験時期のこの季節っていうのは正月なんて関係なくひたすらやってるみたいな年ありましたけどね。例えば今僕息子が、中3の息子が、まさしく受験の真っ只中にいて、彼ずっと興味なかったっぽいんですよ、勉強自体に。で僕から何か言ったこともないし、だけど急にある時スイッチ入ったらしくて数ヶ月ぐらい前から猛烈にやってんだけど、
なんだろうな、すごく似てるプロセスを通ってて面白いなと思うんですけどね。だからスイッチ入ったらやめられないみたいな状態にずっとなってて、半年前までね YouTube でゲーム実況を延々見てて何が面白いのっていう風に僕はずっと思ってたみたいな感じだったけどねそれが何が楽しいのっていうぐらい勉強してるっていうねそんなに一生懸命にやらなくても浮かんじゃないっていうぐらいまで来てるからね今ね。面白いもんですね。で一生懸命勉強してて、あ、よかったね、楽しいんだっていう感じですよ。でまあそんな感じでこう僕はこう一番得意なの勉強なんだけど、勉強以外も要するにまあ不得意なことも要するに積み重ねさえすればある程度こういう風にいけるっていう競技は答えが決まったものであれば必ずそうなってるっていう、まあ、あとその限りでないものっていうのはクリエイティビティが問われるやつですよね。創造性というか、それはなんか教科書に書かれていることなんていうのは全部100点を取ることが当たり前の状態で、まあ記憶してなくてもいいか、まあ、ググって調べて確認するので正解してもいいっていう。だけど、まあ、理解はしてて当然であって、その上でその武器を全部使っていいので一番最適、あるいは全員が納得する、あるいはその一人に対して痺れさせるみたいな、そういう答えを一つ提案してくださいと。まあ一つを提案する上で100個ぐらいは考えなきゃいけないみたいな、そういう競技ってあると思うんですよね。まあ仕事のほとんどはそういうことかなと思うんですけど、まあその競技に入ってくると、なんていうのかな、まあいわゆるセンスと言われる領域に入ってきて、四六時中考え続けていても届かない領域もあるでしょうし、なんか無意識のうちに小さい頃からこういう環境下に育っていたおかげでそれが影響して知らないうちに刷り込まれていた何かしらの自分に与えた影響がこう相互作用して発露して、なんか気づいたら考えてないんだけど自分では努力とも何とも思ってないけど湧き出てしょうがないんですよみたいな、まあ、そういう領域ですよね。そのいわゆる天才って言われる人たちの領域っていうか、それはなんか僕にはそこまで秀でたものっていうのを感じ取ることはまだ今のところないんですけど、もしかしたらあるかもしれないね。でもなんだろうな、そこになんかあんまり、そういうのがすでに発露していて発揮して評価されてっていうことが成立している人は、まあ、世の中にいて、その人たちはすごくリスペクトもするんですけど、それと比べて上下っていうことも基本的にはないなっていうぐらいに僕は思っていて、まあ評価されるかどうかよくわからないけど自分の中にも何かしらの天才性は絶対にあると思ってて、発露しているの、すでに発露していて自分でも気づいていないのか、すでに発露していて自分では思って価値があると思っているんだけど評価がされていないのか、まだ発露していないのか、いくつかのパターンあるかと思いますけど、でも必ずあると思っているんですけど、でも発露したからといってじゃあいいのか悪いのかよくわからないですね。そこに固執することも僕はなくて、上でも下でもないと思っているんですけど、まあただなんかどうせだったら持ってる武器は全部テーブルに一回並べてみたいなとは思ってますかね。で使ってみたいかなと、とりあえずスイッチを押してみたい、とりあえず投げてみたいとりあえず打ってみたいみたいな。でまあ当たるか当たらないかは練習しなきゃ当たらないのかもしれないし、練習すれば当たるもんでもないかもしれない、分かんないけどね。でもまあなんか気になった順番に全部試して納得したいなっていう、それぐらいで思ってるかな。そんな感じのことをアキラさんの配信聞いてて思ったりしましたけどね。
あとそのアキラさんの配信見てて、ケンタさんのお話してた、まあ、あの具体的なこと知らないですよ。そのサッカー理論の現場でなんか動画撮られたんですかね。あのどういうお約束になってるかも分からないですし、まあ、あとそのどれぐらい伝わるか分からないというふうにおっしゃってましたけど、まあ要するに事情知らないんで半分以上は伝わってないというふうに僕も自覚した上で素晴らしいなと思ったんですよ。でそれっていうのはあの伝わらないことを覚悟の上で、その触りだけでも自分がうまく話せるかどうかも確信がない状態で喋ってるじゃないですか。あれめちゃくちゃ僕でかいと思ってて、あの取り掛かってることに対しての2割共有っていうのが僕はすごい好きなんですよね。めちゃくちゃ完成度には程遠いですと。でもやろうとしていることのプロセスとして今こういう状態ですっていうね、全然出来上がってないです。全然進んでもいないし順調でもないです。ただ今こういう状態ですっていう出来かけの出来損ないの、でもやろうとしていることの雰囲気は感じ取れるみたいなもので、2割共有してもらうと 100% 作り終わってから出来上がってから見せられるように全然いいと思うんですよ。どうせね 100% 出来終わってから見せて伝わるものも2割しか伝わらないんだからっていうね、善くんが教えてくれましたね。善くんは話していることの 20% しか相手には伝わらないよということをね、あの学んだっつって教えてくれましたよね。まさしくその通りだと思います。だとしたら2割ぐらいしかできてない前提で、すでに共有しちゃうんですよ。でそれは完成度も低く情報量も少ないので、割とその2割に関しては割と受け取れるんです。 50% ぐらいは受け取れる。あ、まだできてないんですねと、まだ完成度が低いんですね、やりかけでほんのちょびっと触りしかないんですねっていうことだったら情報量が少ないから受け取れるんですよ。もう完全に 100% 出来上がっちゃってからだと今度情報量も膨れ上がっちゃって、どこがどういいのかとかも含めてになると結局2割しか受け取れないんです。じゃあ出来上がってからお見せするよりも、あの2割の出来損ないの段階で伝わるかどうかもわからない、正しい言葉かどうかもよくわからないっていう言葉でふわっとそのシェアしていただくっていうのはめちゃくちゃ価値あると思う。で正しいプロセスだなと思いましたね。でそれはなんかその前くん毎日スタイフで話してるっていうのはまさしくあれは2割共有を毎日続けてるってことだったんですよ。言っていることの100あることの2割しか相手には伝わらないということと、今日あった1日のうちの全ての100の出来事のうちの2割も喋れない、でも2割だけでもゼロよりはマシっていう状態で伝えてしまう。でそれを積み上げていくと、まあいつしか何かこう大きな集大成みたいなものが出来上がって、それを発表しますっていう時にその発表だけを聞くとその2割しか聞き取れないからだけど毎日毎日2割2割2割をずっと積み上げてる人は発表しますバーンってやった時にその100をちゃんと受け取れるんですよね。だから善くんはお見事だっていう話がしたいんですけどでもそこにあきらさんの言ってることもすごく、あのドライブトークの中でおっしゃってることもすごく合致していて、やりかけでうまく表現できてもかからない、何を言えている、でも伝えたい思いはあると、伝わるかどうかはよくわからないっていう言葉のまんま喋ってくださったじゃないですか。でまあ実際、具体的なところはよくわからないけど、でもあきらさんが何かに向けてチャレンジしていることもわかるし、どういう思いを持ってるとか、何かを作っておられるようだということとかね、動画らしいみたいなことぐらいは受け取れるわけで、それはごくごく2割だと思うんだけど、その2割を今受け取っておくことはすごく価値があって、いずれ出来上がった時に、まあ、100になったとするじゃないですか。健太さんにお渡しする100の完成度のものができて入って納品した時になんていうか、何も知らずに100をポンって渡されると、その100のうちの20しか受け取れないんですよね。
ですけど、昨日ドライブトークの振りがあり、こうちょこちょここれからも毎日 ここまで行きました、まだまだここまでです、もっとこうしたいんですよねっていう話がちょこちょこ出てくるのをずっと積み上げて聞いた上 でやっとできました、遅くなりましたけどっていう風になった時にはきちっ と受け取れると思うんですよね。あそこまでやってこうなったんですね、だからこういう風になってるんですねっていう文脈も全部理解できるから、あの2割共有は正しいなと思いましたね。そしてやっぱりあきらさんと僕の一致度はすごく高いと思いますね。昨日の40分のドライブをご一緒した感じからするとね、なんかだいぶあきらさんに振りすぎで話してますけどはい、まあでもなんだろうな、まあ友人さんは友人さんで話せば長いし、周平さん周平さんで、ゆかさんはゆかさんで、砂塚さん一人について語り始めたら止まるのかっていうの自信がないぐらいですけど、まあでも新年のご挨拶になってるかどうか分かりませんけど、まあ大晦日に、なんていうかそのサロンの神様にね、僕は俺の感謝の気持ちをまっすぐ持つことができましたね。9人の柱本当に一人一人に神が宿ってるなと僕は思ってて、大晦日心から感謝できました。そしてね、明けておめでとうございますっていうのは本当におめでたいんだなって心から思いましたね、うん。まあ大晦日の夜に天皇陛下が祈祷をなさっているんですよね。 なんだっけ、四方拝とかって言って、なんかいろんな方向に祈りを捧げるみたいなことでしたよね。よくわかんない、忘れちゃったけどなんかそんなことあったよな。なんかどこの神社どこの神社、なんか順番に、伊勢神宮とかなんかその神様のいろんな神様に向かって、祈祷を捧げて、確かなんかそんなことを夜通しされるんですよね、大晦日の夜に。でそれが祈祷、ご祈祷が24時間耐久とかじゃなかった、確かね、大晦日の日に。まあきついみたいです、きついお祈りで、フィジカルに非常になんていうかガチなんですねっていう、神主さんの中の神主さんの中の神主さんっていう位置づけだから、天皇陛下はあすごいんだなって思いましたね。なんかね、ずっと祈って祈って祈って祈り終えて終わりました、で無事祈りが終わりました、だからおめでとうございますだそうです。その祈りが明けましたと、大晦日の午前0時に祈りが終えて無事終わりました、明けましたに対しておめでとうございますというのがですね、明けましておめでとうだそうですよく、大体そんな感じみたいです。なんだっけな、まあ、祈るっていうのも何を、まあもう何だろう、まあ利点に言うと民の安寧みたいなことなんでしょうけど、まあ神々にじゃあ直接何を祈ってるのかっていうのは、大体自然災害系が多いんですよ、日本の古事記のなんていうか神話っていうか、まあ海の神、山の神、その土地土地の神様がいて、だいたいその自然災害が起きたところに、その神がいるとして、それを祀って鎮めるという感じで神社ができてるから、なんかそれにその神様に対して祈るっていうのは何を祈ってるかというと、なんか
まあ一切合切いろんな厄災自然現象として起こることはもう受け入れると。ただ起こることはいいのだけれども、その一切合切は私めにという降り注げとなんかそういう感じみたいですね。まあだからね、天皇陛下がなぜ権威でいるかというのは、全ての厄災を全て私が引き受けるという役回りを永遠に代々強制的にというか、まあ生まれた時点から必ず宿命づけられていって、それを背負って、それ以外の人にはその重い責務は背負わせないよという、その立て付けなので、まあそんなこと背負ってくれるんですかっていうのが権威だっていう話みたいなんですけど、それは権力とか全く違うものだなと思って、あなるほどなと。全ての損と厄災は我に降り注げと、ひたすら祈って、まあ神々に祈りが届くまでに12時間だったか24時間だったか忘れました。まあとにかくなんかフィジカルに耐久レースをする感じなんですよね。ひたすら大晦日初日の出が明けるまで、耐久で祈り続けて、そのおかげで厄災は天皇のもとにだけ集まり、それを背負うということをやり終えたことに対して、まあその辛く苦しい大晦日の夜を乗り越えて開けるということがおめでとうございますと。で、まあ、民は何をしに詣でているのかという、参拝ではなく初詣じゃないですか。まあ拝みに参るんだったら、ありがたやっていう神様、直接神様に拝みに行ってるっていう立て付けなんでしょうけど、初のモーデルはなんか拝みに行ってるわけじゃなくて、通常の回答なんかどうやら違うらしいっていう。だからまああくまで、天皇陛下が厄災を全部背負って背負い終わって、それがおめでとうだから、おかげさまで私ども民の庶民はね、厄災を受けることなく、すっきりとした新しい一年をね、これから始めることができますと、それを祝いに行くような行動なんでしょうね。まあお願いするに行くっていうよりは、何かをお願いしに行くというよりは、全てがこうリセットされて、すっきり全部、まあいろいろあったけども、全部リセット、空白にした状態で、その真っ白な状態のところに、新しく本当にやりたかったことをもう一回描けばいいということがおめでとうというね。いやなんか見事なストーリーだなーと思って、あだからおめでとうなんですか、だから明けましてってそういうことかみたいな、その夜が明けましてってことですよね。辛く厄災の夜が明け、まあいろいろありましたが、これから始まることに対して、全て良きことであると、もうみんなで確信して、あらかじめ本当はどうなるか分かんないんだけどね、本当はどうなるか分かんないんだけど、全て良きことが起こると確信して、あらかじめ祝っちゃう、おめでとうって言っちゃうっていうね、なんという自己肯定感の高い文化だなと思いました、言葉としてね。そういう文脈だとするとよほど自己肯定感高いですよね。本当に怒ってないのにもう確信して、良きことしか起こらないという、真っ白なキャンパスに自分のやりたいことだけをこう描いてやりきるみたいな、そしてそれが成功することしか考えないっていう
それをもう成し遂げたかのようにおめでとうと言い切っちゃうっていう、いや素晴らしい初日の出を拝めることができましたね。今朝は本当にいい天気で、今日もね皆様良き一日をお過ごしください。これから初詣に僕も行っておりますまあゆっくりね、ちょっとだいぶ混んでそうですけど、はい、瀬戸美神社に行って参ろうかなと思っております。それでは皆様良きお正月をお過ごしくださいませ。今年も一年よろしくお願いします。それではじゃあねー。